です。周回数は20周となります。さあ、こちらも先ほど緊迫した状況の予選ヒートでした。決勝はどうなっていくんでしょうか。それではスターティンググリッドをご紹介していきましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー14番です。マットクロックカーティング布施二次歩横のメカニックに突っ込み突っ込まれながらのグリッドとなっておりますが、至って にこやかです。布施選手、開幕戦では5番手でフィニッシュ、加藤選手とバトルを繰り広げておりました。さあ、ジュニアからステップアップしたドライバーです。続いてセカンドグリッド、カーナンバーは15番、ルボーセ K スピード徳永貴京。開幕では完璧な優勝を飾りました徳永貴京です。とにかく独走しておりました。今回はどうでしょう。続いて2列目3番グリッド、カーナンバーは18番です。 DMKBF 関根春樹。開幕戦の悔しさを晴らす3番手からのスタート、優勝も射程圏内です。4番グリッド、カーナンバーは8番です。マットクロックカーティング緑川匠。開幕戦では第2位です。あの時は徳永に離されました。今度は追い上げる立場です。続いて5番グリッド、カーナンバーは13番です。 RF 青山末吉広大。ジュニアからのステップアッパー、予選ヒートで追い上げてきております。末吉。そして6番グリッド、カーナンバーは4番です。ビレルパシフィックモータースポーツからタノポンパンストムノ。こちらも予選ヒート7番手からワンポジションのアップです。以上トップ6ご紹介しました。それではドライバーの皆さんはブリーフィングを行います。前の方までお越しください。それでは7番グリッド以降ご紹介してまいりましょう。7番手カーナンバーは12番です。 TeamKBF 川村亮太郎。8番手20番イオンガレージ C 加藤雄一。9番手27番 TeamKBF 野島春樹。10番手3番 TeamKBF 志村優太。11番手10番 YRH ケース佐久間空。12番手7番ガレージ C 小泉康介。13番手2番ワイルドカートジャパン福田優斗。14番手6番ラマールレーシングチーム戸沢亮。15番手5番ラマールレーシングチーム下村航。以上の15台です。スタート前のブリーフィングが終了しました。それではこの後いよいよローリングスタートいたします。先ほどの予選ヒートではトップ4が一塊になっていました。特にトップ2布施二次歩と徳永貴京のテールトゥーノーズはずっと続きました。さあ、今度はどうなるのか。さあ、一瞬末吉広大が出遅れるかと思われましたが、無事にエンジンがかかっています。さあ、 FS125 地方線、ゆっくりとしたローリングが6コーナーから立ち上がってきます。フロントロー、マッドクロックのカラーリングが2台、布施か徳永か、後ろからは関根、緑川、末吉、タナポンパンストムの揃っている。
スタートは、切られました。え、赤がついています。もう一周ですね。もう一周です。さあ、ドライバーはスタート切れたように見たドライバーもいるでしょうから、キハタが提示されます。キハタが提示され、ミススタートです。キハタが提示され、ミススタートフラッグ6コーナー手前で提示されております。さあ、ローリング、もう一周になります。先ほどのカデットやジュニアでは最高列からの追い上げも見られました。今回のこのレース、地方戦はどうなっていくでしょうか。スタートは切られました。スタート、セニ地方インスタートを切っていったか。1コーナーから2コーナー、大きな混乱はなさそうだ。さあ、徳永ついていきます。今回もこの2人のマッチレースになるのか。3番手以降はしかし離されまいとついていく長い列ができています。3番手には関根春樹がそのままポジションキープ、4番手には緑川匠、5番手にカーナンバー20番の加藤雄一が上がってきました。そしてそのインサイド、うおー、飛び込んでくる6コーナー、加藤雄一アウトサイドにかなり足を落としてしまって、あ、これはタナポンパンストムノが入ってきたんですね。タナポンパン5番手、6番手にはカーナンバー12番の川村、7番手に末吉、8番手に加藤です。加藤はスタートで気づきました。このアドバンテージを今落としてしまいました。さあ、2コーナーから3コーナーに向かっています。トップ2、さあ、イン側飛び込んでいったカーナンバー15番徳永、今度は早い仕掛けだ徳永貴京。予選ではずっと見ていきましたが、決勝では早い後ろからついて戻していきたかった伏見二穂ですが、6コーナーではそのままついていく。3番手入ってくるモナコヘアピン、関根春樹2番手入場、関根が2番手、3番手に伏せ、4番手にはカーナンバー8番緑川拓実、そのままの順位で2コーナー入っていきます。3番手から4番手単独になるか徳永貴京。2番手争いがこれ以上激しくなればといったところですが、さあ、伏見二穂も黙ってはいません。6コーナー入ってきます。徳永しかしサイドからモナコヘアピン戻してくる、関根、そして伏せ、その後ろの緑川という三つどもえが出来上がって、さあ、今度動くのは緑川か。1コーナーちょっとミスったか、後ろを気にしてしまいました。5番手のドライバー、タナポンパンストモノも来る。そして3コーナー席に入った、これは大変な2番手争いになっています。序盤戦意地と意地と炸裂、おー、6コーナーでタナポンパン接触、タナポンパンが飛び込んでアウトサイドにいた2台が接触してしまった形だ。トップはこれで徳永、2番手に伏せ、3番手がタナポンパン、4番手には川村亮太郎というオーダーになりました。あー、これは残念、緑川です。カーナンバー8番緑川拓実、さあ、4コーナーから立ち上がってきます。トップ2はそれぞれ単独です。4番手以降が5台のバトルになっています。モナコヘアピンからホームストレートへ順位の入れ替わりはありません。さあ、これで加藤や野島春樹も上がってきた形になります。中盤から後半のドライバーも前の方の、おっと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 と、今カーナンバー12番がちょっと跳ねましたね。川村亮太郎です。4番手川村と5番手末吉、
3番手以降が様子が変わってきています。さあ予選の時には布施虹穂と徳永貴教のマッチレースがずっと続いていた。徳永貴教はですねかなり余裕を持って後ろについているように見えていました。その余裕を形にしたということですか。決勝ではですね早い段階で前に出てきました。徳永貴教は2番手以降のバトルにも助けられ現在トップ単独。さあそれを終えるかどうかという布施虹穂なんですが、タイム的には徳永を上回っています。これはトップ2はかなり縮まってくるでしょう。トップ徳永はこの周回37秒8、2番手布施は37秒7。さあそして3番手以降なんですが、カーナンバー4番のタナポンパンストムの前からはちょっと離れてはいますけれども、4番手以降のドライバーよりは早いタイムで周回をしています。4番手には再び加藤が上がってきまして、5番手に末吉、6番手には野島春樹あたりが上がってきているでしょうか。この4番手争いに今後注目をしていきたいと思います。8周終了、9周目、末吉の後ろはやはり野島春樹ですね。そしてカーナンバー18番、ドロップしてしまいました関根春樹も7番手でもう一度前を狙っていきます。カーナンバー20番の加藤雄一、開幕戦では第4位でした。この4位について昨日話を聞いたところ、本人としては非常に悔しい4位であったというコメントが出ていました。去年に引き続いての地方戦参戦になります加藤。その後ろ末吉の後ろから朝野島春樹が元気がいい。1コーナー入っていった、クロスを取りたい末吉、どうだ。2コーナーに向かって野島が先行。さあこの赤いカート軍団どうなっていくでしょうか。3コーナーから4コーナーへと向かっていく5番手以降のバトル盛り上がってまいりました。5番手には野島、6番手には関根、7番手末吉、その後ろ8番手には川村がいるでしょうか。9番手にカーナンバー7番小泉康介、こちらがスピリットのカート。10番手にはカーナンバー3番の志村と、ここがまた長いレースで一段のバトルを展開しています。10周終了、決勝折り返しです。 FS125 開幕戦は徳永が独走したけれども、さあ今度は違うぞ、布施虹穂元気がいいです。トップ2を見る見るうちに縮まってきた。布施がかなりアグレッシブな気持ちが見えるような走りをしています。コーナリング、このまま行かれてたまるかとばかり。ペースはトップの徳永がちょっと上がらない、まあ、この2人がですね上がらないとは言っても3番手以降よりははるかに速いペースなんですが、この布施の上がり方に比べたら徳永はちょっとタイム的には足踏み状態。37秒8と7というところでトップ2後ろを引き離しながらトップ争いへと入っていきます。3番手のタナポンパーストムのもちょっと落としている。あ、4番手以降も37秒台ラップタイム入れてきている。一番速いのはどうだ、18番の関根春樹あたりか。37秒6というタイムも出ています。トップ2、そして3番手、それぞれバトルが佳境に入りそうだ。残り周回は8周、さあ入った2コーナートップ入れ替わっていく。布施虹穂飛び込みました。先ほどから追い上げていたその勢いそのままに2コーナー入っていった。さあこれで予選の時の再現といった形になりました。トップ2です。ひょっとしてこうなると苦しいと読んでいたから徳永貴教序盤に仕掛けたんでしょうか。モナコヘアピントップ2、布施と徳永とトップ争いです。3番手タナポンパンストムの、さあ徳永が1コーナー入った。立ち上がりはどうだ、徳永トップに浮上。布施は今度見ていきます。戻しました徳永、終盤まで様子を見るなんてことはしません。この決勝そのまま逃げていきたい。スピードはまたまた十分、この2人競り合いながら38秒フラット。
さあそしてやはり3番手集団もついてきました。タマポンパンストムドの後ろから加藤、その後ろから野島春樹入ってきた。モナコヘアピンカーナンバー27番野島は9番手スタートから上がってまいりました。現在4番手、1コーナーのところではさらなるバトルが見られます。4番手争いです。3コーナーから4コーナー、トップ2がまず通過。3番手タナポンパンストムノは後ろに疲れそうで疲れない、まあ、後ろが、ね、競り合いましたのでね、野島とそして関根もまた上がってきました。加藤苦しくなってきたか、その後ろに末吉、川村、小泉、そしてさらに立ち上がってくるカーナンバー3番志村と続いています。地方戦125、残り周回数は5周。さあトップはといいますと再び布施二次穂になっています。この2人のバトルもまだまだ決着はつきそうにありません。3番手争いも激しくなってきた。野島春樹がガンガン追い上げています。去年はジュニアに出ていました野島春樹、この新東京ではトップを取りました、優勝しました。その勢いがあります、いい記憶があります。イメージが大事です。タナポンパンを仕留めに行くか。2コーナーでいよいよロックオン。トップ2も変わらず布施二次穂につられてか、徳永貴京も先ほどまでとちょっと走りが変わってきました。トップ2バトルと3番手争い、さあ皆さんは終盤どちらをご覧になりますか。残り周回数は3周です。トップ2は1コーナー、トップの2台は動かない。3番手争いは、おお、4番手5番手あたりが入れ替わるか。仕掛けていったドライバーがいる。4番手5番手あたり入れ替わっていきます。トップ2は変わらない。3番手に野島、4番手に関根、5番手にタナポンパン、6番手加藤というオーダーに変わります。ちょっとペースが上がりにくかったタナポンパンストムのここで飲み込まれまして5番手ドロップです。さあ残り周回数が少なくなってきた。残り2周、1コーナー徳永入っていく。前に出られるか、横並び伏せ二次方、アウト側からギリギリ徳永インサイドキープしていく。これで離れたらもうおしまい。布施二次穂はついていかなくては。3コーナーから4コーナー、ちょっと離れたか、ちょっと離れたか。トップ2決着か。そして3番手野島春樹の後ろから関根も諦めていません。18番ついていく。タナポンパンも行く。そしてモナコ、これがファイナルアップ。トップ2はもう決着か。3番手争いは分からない。タナポンパンの動きが気になるところ。2コーナー、しかし追いついてきたぞ、追いついてきたぞ。トップ2が、いやどうなんだ、あー徳永が前、追いついてきた布施二次穂。6コーナー、当然徳永インガーライン、ハードブレーキング入った。これは当たったかどうなんだ。モナコヘアピン、前には布施、後ろからは徳永、トップチェッカー伏せ、2番手徳永、そして3番手野島、4番手には関根、5番手タナポンパ、あ、末吉、末吉最終コーナーでスローダウン。なんともうダメか、もうダメ、チェッカーのフラッグ受けられません、止まってしまいました。地方戦 FS125、 最後の最後ファイナルラップ6コーナーで順位が入れ替わっていきまして、布施二次穂がトップチェッカー、インサイドのラインで徳永貴京、かなりのハードブレーキング、当然行こうと思っていた布施二次穂、接触があったでしょうか。ここはちょっと微妙ではありますが、トップチェッカーは布施、2番手には徳永、
3番手にはカーナンバー27番9番手スタートから追い上げてきました野島というオーダーでチェッカーでした。それでは車検場で計量を済ませました。見事トップチェッカーカーナンバー14番マットクロックカーティングの布施虹穂選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。もうダメかというところからまた追い上げました。いかがでした今回のレース。タイムは良かったんですけど桔梗君がすごい速かったんで最後の最後まで焦ってました。最後バトルになりました。そしてトップでチェックを受けました。今徳永選手と何か言葉を交わしていました。どんなことを喋っていたんですか。ちょっと熱くなりすぎてごめんってちょっと一応謝っています。なるほどなるほど。さあ布施選手にとっては今シーズンジュニアからステップアップをして X30 のエンジンを使う地方戦に上がってきたわけですが手応えはいかがでしょう。まだ安定してないかなって感じなんですけど、まあ、早くなれるようになってきてよかったと思います。開幕戦が5位そして第2戦が優勝です。これからに向けて欲も出てきたんじゃないでしょうか。まあそうですね。次も優勝を目指して頑張りたいです。見事優勝布施虹穂選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。カーナンバー14番布施虹穂選手にお話を伺いました。